吉田さん、以前ね、YouTube の企画で EXILE のメンバー募集になんか45歳のおっさんがなんか行ったみたいなのねあね、見たことがあるんですよ。EXILE のメンバー募集って確かね、28歳ぐらいまでだったと思うんですよ。うん、そこに45歳が行ってどうなるかみたいなね。これ逆に見たいでしょ。それと似たような感覚で50歳から未経験で単なるカンフー映画ファンが 憧れだけでね、試合に出るみたいなそんな企画もなかなか私的にはねダイジェストだったと思うんですよ10代や20代で試合に出るって言ったらそれなりにすごいですけどもでもまあねよくあることじゃないですか逆張りっていうかねやりそうにない人がやるっていうところにコンテンツの面白さがあるのかなと思いますよねちょっと今回ね私も楽しみですねどんな羽目になるのか、まあ、ぶん殴られて終わるのかもしれませんけどもそれはそれで思い出になりますよね そうじてやりきったことって吉谷さんもね思ってらっしゃると思いますけどもまだ人生が終わることを考えるのは早いと思いますけども最後のね臨時のとこで何を思い出すかって言ったらあ俺はこれをやったないや本当にやれてよかったなと今やろうと思ってもできないもんなみたいなねそんなことが積み重なっていって最後の人生をなんか 花盛りにするんじゃないかなと飾り立てるんじゃないかなと思うんですよやっぱだからね今ねちょっと無理なことをやっておくとかあすごく財産ですよねそのまま人間の生きる意味って何かっていうとはっきり分かりませんけども死ぬ直前にあ俺の生きた意味はこれだよなっていう風になんかね見出せるんじゃないかなっていう風な気がしますねじゃあお疲れ様です